大森達史です。今日はですね、この夏清里で行われているフィールドバレーの、出演日です。毎回ね出演させてもらっておりますけども、今日はなんと、昼間は、マリンバのコンサートがオルゴール館で行われます。そして夜バレーに出演するということで、そんな一日をですね こちら、収録してまいりたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。ということで、早速今日はですねもうオルゴール館の方に向かっております。演奏をしてその後すぐにバレエの支度にしてで出演という形ですけども、今日の服こちらじゃん。今回のフィールドバレエに出演を松浦恵子さん、ケッケチャンネルさんですねの YouTuber さんでもあります、バレエ芸人吉本の新喜劇に出演中の、松浦恵子さんのからいただいた T シャツなんです。気合入ってます。では行ってまいります。わけで今から演奏行ってきます。で終了いたしました。続いては次の場所に行きます。ではというわけで今から、楽屋に入っていきたいと思います。ここが舞台の裏です。こちら舞台袖です。おはようございま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 す。でこちらが舞台なわけです。こんな舞台なんですね。じゃんじゃかじゃーん、すごいですね、広いですね。今日の王様こちら王様です。この舞台には屋根がありません。というわけでこんな感じでね、今からこちらではゲネプロを行っていきます。まあね、本番の動きピックアップしてこれでリハーサルをしていきます。今だいたい4時半、この後4時半からゲネプロが始まります。こんな感じでね、進行表といって、演目ごとに時間が書いてあります。これを見ながら出演の方はですね裏で着替えたりですとか準備をしていきます。楽屋入ってましてですね、ここが桃子部屋、桃ちゃんの部屋ですね。だいたいここでは大森もこういった食料を隠し持っていってちょいちょいここで食べています。でね、でこちら女性の楽屋、こっちが男性楽屋っていう感じですね。これから、ゲネプロという時に雨がしっかりと降ってまいりました。じゃあ雨取りたいの、雨取りたい雨を取りたいんだわどうしてくれるのこれ。さすがです。雨が降るとゲネプロができません。なので雨が止むまで待って大工さんが吹いてくれてってやるんですね。じゃなんか違うよ、一緒に回してる時って必ず雨じゃん。じゃあ外にいない方がすごかったの。これからメイク動画撮りますって言ってインタビューした瞬間に雷ドカーンね、終わるまでドカルカシャッとピシャピシャピシャッ終わったら嫌だ。今日千秋楽ですけど、千秋楽どうですか。疲れましたね。眠りはさすがに最終日グランドバレーは大変だな。グランドバレーって何のこと言うの。ググってゴージャスなバレエってこと。そうすごいすごい大変だな。何がすごいってその衣装替えがすごいよね。裏の人たちは忙しいもんね。忙しい、もう、まあ、ずっと誰かを着替えさせてる。
焼肉とラーメンとお寿司食べたい、ね、全部食べたいもん、食べたいもん、行ってみるか、貴族専門店頑張ります。どれもどれも貴族出てる。なんか指示があったんですかね。帰ってきて休暇だね。スタジオに移動、スタジオに移動して舞台上では今日できないということで、スタジオに移動してスタジオで確認するそうです。で私も行ってまいります。じゃあね。今ゲネプロが終わりました。これからですねこちらで、ミクをしていきます。急いでね、本番まであと1時間ちょっとしかございません。急いでメイクをしてまいります。というわけで、メイクも完了いたしました。これから舞台に参ります。みんな完璧だね。そんなことあるか黒さは同じぐらいありますけどね。どうですか10日間どうでした？いや楽しかったです。楽しかった。あのお気に入りのなんかシーンとか。お気に入りは若月金ちゃんですね。あ、やっぱり、はい、若月金ちゃんね、はい、もうあれはもう、ね、来年ぜひ狼役で頑張って。そうです。本日リラの手を取ります石原修理です。ケッケちゃんとあの共演したカラボスの狼役のトシキ君です。どうでした？このケケちゃんとカラボスはめっちゃ緊張します。緊張した。でもやっぱり演技がちょっと、まあ、うちの人たちとちょっと違うところがあって、そこも楽しかったです。このケケちゃんですよ。ここに眠るオーロラというものをお楽しみください。ありがとうございました。ゆうきくんの今度メイク動画を上げます。お楽しみに。すぐそれ前半元妻です。元妻です。今日何の役だっけ？殺される役。はい、殺されてきます。妻でございます。前半の妻今紹介しようと思って、前半持ってた鼻に指ついてて終わってきた。持ってる持ってる。終わってきた。日の出衣装デザイン衣装協力、あら文化学園大学国際文化クラシックバレエの独特の技法としてマイムというものです。かわいい。仕事してるところってあんまり映したことないですもんね。ちゃんと今日の主役でございます。それでは準備ができました。衣装も着れました。ここからステージ行ってまいります。
1幕が終わりまして休憩中です。休憩中お腹が空きましたのでグミを食べます。この後また2幕があって、そして最後みんなで出ます。無事終演いたしました。お疲れ様で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 す。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なお、バレーシャンベルウェスト公式 YouTube の清里キングバレー動画配信決定いたします。5日間の、公演清里フィールドバレーがここで終了しました。もう終了した途端からですね、もうすぐに会場では、お疲れ様です。もうね、解体作業が始まっています。もうね、明日にはこの姿というのはほとんど残っていないんですけども、こんな風にですね、1年、この時期だけの特設ステージというのが、組み立てられ、そして終演後にはすぐに解体が始まるんです。ちょっと寂しいですよね。ちょっとご覧ください。はい、了解です。はい、回して。雨降るんで。今年で32年目のフィールドバレーでしたけども、また来年ね、この場所で開催できることを楽しみにしております。そしてまたね、貴族参加できることも楽しみにしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。